いいよ、お前ら。俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてます。真夜中ですけどね。21年の6月10日ですね。今ね、午前の2時32分、真夜中です。なんか目が覚めちゃいました。昨日ね、なんかね、7時ぐらいに寝たんですよ。すっごい早く。もう帰ってきてね、ご飯食べてね、もうすぐ寝たんで、7時半ぐらいかな。今、2時半なんで。まあ、さっきはちょっとシャワーとか浴びたんで、実際に2時ぐらい、20分ぐらいに目が覚めてます。まあ、7時間弱ですかね、寝たんで、まあ、十分寝たんですけど、まあ、また朝まで寝るかもしれないし、わかんないけどね。目が覚めちゃった。あ、でもちょっとね、半分眠いんだよね。半分目が覚めてるけど、半分眠いって感じです。一番やん、腹もおしっこりとボーボー燃えます。いや、なんかひどいんや、ボーボーする。いや、なんや。こう真っ暗だけど、これね、この部屋電気ないからね。電気玉切れちゃったけど、新しいの買いに行くのめんどくさいから、ずっと2年ぐらいつけてないんですよ。うん、ボーボーする。ひどいんや、おしっこりと。いやだんや。おしっこりと。ひどいんや、ボーボーする。ひどいんや、ボーボーする。いやだんや。腹巻きボーボーするよ。いやだんや。おしっこりと。ひどいんや。この腹巻き捨てちゃうよ。ほんと、捨てた方がいいよ、この腹巻き。どうしてんや、汚いおしっこりとだから。なんてこと言うんや、最悪んや、これ俺っちのとっても大事な腹巻きだんや、ボーボー燃やします。いやだんや、なんで燃やすっていうんや、ゴミだからでしょ。ゴミだから燃やすっつっての当たり前のことだろ、おめえバーカ。ひどいんや、ボーボー燃やす。いやだんや、おしっこりだ。ひどいんや、これゴミ。ゴミじゃないんや、大切な腹巻きんや、ボーボーする。いやだんや。なんでさ、お前こんなさ、ゴミをずっと大事にしてんの、この化け猫。ひどいにゃん、化け猫じゃないにゃん。俺っち自爆霊だにゃん。何が自爆霊だ、この化け猫、こんな腹巻きは。ボーボー燃やしてやる。燃やさないにゃん、これ大切なものにゃん。おしっこいろ。ひどいにゃん。おしっこいろ、ボロキ。なんてこと言うにゃん。失礼だにゃん。ゴミにゃん、これ燃やすよ。でさ、ゴミのさ、おしっこいろのボロキをさ、腹に巻いた化け猫ってさ、おかしすぎるだろうよ、お前よ。ひどすぎるにゃん。なんでそういうことばっかり言うにゃん。これ、ボーボー燃やす。いやだにゃん。エミババアもフササババアもね、みんなこれダサいから燃やした方がいいって言ってるよ。そんなこと言うはずないにゃん。それにエミちゃんもフササとも、ババアなんかじゃないにゃん。ババアでしょ、エミババアなんてあれも、ああ、40ぐらいでしょ、あのババア。にゃん。エミちゃんは花の女子高生だにゃん。お前何年前の話してんの？もうババアだよ、ババア、エミババア。シワトレビアンとかやってんだよ。いや、やってないやん。それにさ、ふささとかもさ、ねねくみ見つけてアイドルだけど、もう30ぐらいで、あのババアも。ひどいんやん。ふささたんはいい子だにゃん。いい子なわけないだろ。裏でね、新人いじめたりしてるんだよ。それにな、男癖も悪いんだぞ、ああいうババアは。にゃん、勝手なこと言わないでにゃん。腹巻きボーボーする。いやだにゃん。おしっこりだ。ひどいにゃん。ボーボーする。いやだにゃん。ね、猫耳ふささババアなんてね、表ではね、いつも来てくれてありがとうとか言ってるけど、裏で、なんなの化け猫、また来た、気持ち悪いわ。それになんなの、おしっこりの腹巻き、超ダサいわって言ってるんだよ。そんなこと言うはずないにゃん。ふささたんがそんなこと言うはずないにゃん。言ってんだよ。そのふささババアだけじゃないぞ。みんな、エニャキビババア、みんなお前の腹巻きダサいから燃やした方がいいって言ってるぞ。そんなはずないにゃん。これ、ボーボーする。いやないにゃん。おしっこりはひどいにゃん。